事務管理コードとは、日本国有鉄道が定めたコード番号である。旅客営業取扱基準規定では、単にコード番号と呼ばれているもので、駅番と表現されることもあるが、広くは事務官、事務官コードと認知されている。本校では事務官コードに加えて、旅客営業取扱基準規定に定めるコード番号についても取り上げる。京都、 新大阪間の新幹線自由席特急券。特別補充券による発券で、京都の事務官コード及び新大阪の事務官コードが記載されているマルスシステムや指定席券売機など、駅の自動券売機では表示されないため、旅客が直接目に触れる機会は少ない。出発係が事務官コードを記載しなければならない切符は、 以下のように定められており、もっぱら補充券等に限られる。予定第199条によれば、待機発の乗車券において記載することが定められている。また、補充往復乗車券補充連続乗車券補充定期乗車券特別補充券についても記載しなければならない。その他の補充券でも、事務官コードを記載して、常備式にすることがある。 ただ、特別補充券による発見を除き、オッツ編には記載するものの、後編には記載されない。このため、旅客が事務官コードに直接接することができるのは、特別補充券による発見の場合のみである。全国の JR 線の駅、及び特定特市内べてに付与されている。また、JR と連絡運輸などを行っている施設や、第三セクター、 公営鉄道、バスにも設定されている。JR は、鉄道、航路旅客運賃、料金算出表に、その他の会社線は、車線運賃、料金算出表や、旅客連絡運輸取扱基準規定別表に、記載されている。JR 西日本の事務管理コードは、自社が乗り入れまたは管轄している路線の全駅に限り、JR お出かけネット上でわかる。 各駅の駅情報の URL の末尾にある7桁の番号である。コード番号は6桁の数字で表示される。上2桁の番号は以下のように割り振られている。旅程第199条によれば、旅客営業規則第86条の特定特市内、旅期第87条の東京山手線内、及び旅期第88条の新大阪。 大阪発着となる場合もコード番号が存在する。各事務官コードは以下のようになっている。コード番号は7桁の数字で表示される。国鉄、JR 線の事務官コードとは異なり、旅客連絡運輸規則別表や旅客営業取扱基準規定別表にコード番号の仕組みに研究する記述はない。しかしながら以下のような規則性は確認できる。 かつては、ハトバスの東京遊覧や、琵琶湖汽船の筑布島巡り、京阪バスの京都遊覧など、周遊コースにも駅コードが割り当てられていた。補充券で乗車券等を発行する場合、発駅、または着駅のコード番号以外にも、経由駅や接続駅のコード番号を相当欄に記入する。後編は旅客に、オッツ編は一瞬ごとに、 旅客鉄道会社の定める方法によって、死者等の電算処理担当課所長あるいは情報システム室長に提出する。予定186条の規定により、経由線名を表示したものは、その経由線中の主要駅コード番号を、また、経由駅名を表示したものについては、その当該駅コード番号を、経由ランゲダに記入する。このほか新幹線や、 連絡車線を経由する場合は以下のように表示する。連絡運輸の接続駅ごとに付与されているコードである。接続駅ごとに4桁で構成されている。4桁で構成されるコード番号である。事務官コードとは一桁目以外の関連性はない。旅客向きの事務官コードは JR 西日本管内及び関連する区間を除いてほとんど公開されていないが、 貨物取扱駅コードは貨物時刻表にて公開されている。ありがとうございます。